次の方、どうぞ。あなたが昇格の条件を満たしたことが交渉官によって正式に認められ、あなたの昇格が受理されました。提出された品を私も見分しました。どれも立派な品であり、またあなたの個性というものが感じられました。才覚あるワコードほど価値ある人材はありません。そのまま歩みを止めず、さらなる高みを目指して精進なさい。ウィルフレド・ディオン、あなたを霊視として認めます。おめでとうございます。緊張はしませんでしたか？おお、これが新しい免許証なんだ。あー、すごいね。ほら、ユエラも見せてもらったら？私はいい。でも祝杯ぐらいあげても罰は当たりませんよね。これからみんなで酒場に行きませんか？行こう行こう、早速行こう。元気なやつだ。人の幸福を素直に祝えん奴はどこにでもいるのだな。私も期待しているからな。私の剣を鍛えるにはもっと知識や技術が必要なのだろう。ならば私はこれまで以上にしっかりと役目を果たそう。なんかかっこいいこと言っちゃって。でも私もビルにはもっと上を目指してほしいと思ってるよ。交渉の階級が上がればもっといろんなところに行けて、私たちももっともっと強くなれるもんね。女の子の秘密ですね。セラビーはどうなの？私が望むことですか？そうですね、ウィルは他の人間にはない独特の感性を持っていると思います。それが遺憾なく発揮される時を見てみたいですね。すみません、ウィルの可能性に期待しているというふうに考えてください。難しく考える必要はないだろう。
足りない部分を補い合っていけばいいだけだ。知ってる？あの絶壁にある教会、あそこで結婚式を挙げるとその二人は一生幸せになれるんですって。そんな噂に騙されちゃダメだよ。人を引きつけるための罠かもしれないでしょ。あ、ウィル、こんにちは。今日は買い物？東の断崖のてっぺんに立っている古い教会のことよ。天使が住んでるって噂があるのよ。そんな場所で結婚できたら、考えただけで幸せ。ダメよ、あなたもう結婚してるじゃない。浮気夫とは別れて、もっとかっこいい男と結婚するの。それができるなら騙されたっていいわ。もう彼女いつもこうなんだから、ビルからも何か言ってあげてくれないかな。あなたこそ早く結婚しなさい。何をもたもたしてるの？それはいろいろあって、その。お邪魔します。
ウィルフレド・ティオンさん、あなたは私たちにとって無害であることが証明されました。おめでとう。あっさりうなずいたわね。突然だし、もうちょっと渋るものかと思ってたんだけど。私は特にないけど、クレールは？あなたが食事するところなんて大体決まってるしね。野菜とか果物とかさっぱりしたのを作ってくれたら嬉しいわ。あんな脂っこいものなんて食べれたものじゃないわよ。絶対に美味しくないってば。やめときなさい。私は食べないからね。クレール一人で食べるといいわ。そんなことないわよ、クレールのバカ。私たちにお肉を食べる習慣なんてあるわけ。そんなこと言われても。ってクレール？Thank you.
だったら自己紹介でもしておく？すっごく今更感はするけど。私はクレアンヌよ。一応クレールのお姉ちゃんってことになってるわ。ここらでおいとまするわ。野菜スープ美味しかった。ありがとね。思うけどな。興味深い話ではあるな。噂では聞いたことがあったが、ユイドラでは知られたことなのか。この辺りには古代遺跡もありますから、ミケルティに何か眠っていてもおかしくはないでしょうね。古代遺跡とかにも行ってみたいよね。ユエラ、興味はない。ユエラって交渉の技とかには興味あるのに、冒険とか探索にはあんまり興味ないんだね。ウィルが行くのであればお供しますよ。未知の技術の探求は交渉にとっても命のようなものですから。そうか、納
かなかうまそうだな。いつからそこに？